一回行きましょう。普段はレイス使ってるんですよ。もう急に始まるから、これはもう念願の配信。すごいコメント嬉しいな。そんなだから喋りながらとか、わ、なんだこれ、すげえ。なんだこのマップ。オリンパスか、新しい。エイペックス知らない人も多分ね、面白いと思うんで。いや、本当にね、俺全然上手じゃないからね、緊張するんだよな。説明しながら。このキャラがいっぱいいるんですよ。で、今回のシーズンでこの人が出たんですよ。この、マッド・マギー。うわ、めっちゃ緊張する。やばい。ほんとすぐ、死んじゃうんで、俺。いや、今日はなんか、いっぱい寝ようかなって思ったんですけど、寝れなかった。もう敵強そうですね。やばい。すごいな、配信しながらみんなやってんだもんな。報酬を狙って、この今シーズンのね、起動がめっちゃかっこいいんですよ。もうこれはもうすぐ死んじゃうゲームなんで。俺は、うわ、いるやん。ちょっと一回下がるわ。え、待って、ちょっとラグいかもしれん。一人抜けたし、ちょっとラグいかもしれん。やばい、テザリングで配信とあれはしんどいか。テザリングであれはしんどいかもしれん。テザリングで、テザリングで配信はしんどいかもしれん。いや、携帯スマホはちょっと頑張ってほしいね。ちょっとテザリング、テザリングでゲームしてる上にパソコンもテザリングでつなげてるから、そのコメントもそっちで読んでるからさ、まあ俺の配信見て少しでも知ってくれたらね。バレ、うーわ、ついよー。よくレイス、あ、使う。影ちゃんとボイチャーつなぐ、つなげますね、これ。いや、でも、マジでね、面白い。本当に面白いのよ。ジジイやな。キャラがいっぱいいて、なんか、一人一人ね、能力が違うんだよ。で、最近、ワットさんに俺、ハマってる。かわいいよ、ワットさんが。画質荒いのちょっと、でもね、多分次からは画質多分良くなると思うんですよね。キャプチャーボードつなげるから。で、今日だけちょっと申し訳ないけど耐えてもらって。画質やば、影ちゃん画質やばだって。いや、でもこれしょうがないんだろうな。もやもやフィルターかかってるから。もう最悪、ラジオとして聞いてくれ。あ、確かに確かに。まあ俺もエイペックス聞きながら寝るからな。マジでサイコパス。え、なんで中性聞きながら寝るの。ダダダダ。でもピンが70ぐらいだよ。やばい？普通？やばいね。マジ？普通20くらい。これ今20。マジ？まあ、でも PC だからっていうのもあんのかな？いや、回線やな。回線？普通にテザリングの力？ここまでって感じ？そうだね。まずだって Wi-Fi でしょ、うん、有線じゃなくて Wi-Fi っていうか、もう何もないよね。無線ってことでしょ。うん。そのさ、俺いまいちよく分かってないんだけどさ、
どうすりゃいいの、その有線と無線。あなたね、自分で調べるってこと全然しないよね。違う、私調べた。調べて全然わかってない。調べてわからないのよ。調べてもよ。何もわからない。僕バカだから。だからネットを繋がなきゃいけないでしょ。そうだよ。でそのネットだ、もし引っ越すってなったらさ、もう意味ないよね。今ネット繋ぎますって言ってもさ、今は意味ないね。ね、引っ越した先で繋いだ方がいいだよね。だもうそれまでちょっと我慢やな。俺ちょっともうすぐ2年だから引っ越そうか。これ配信キャプチャーボード使ってる？チミ。いや PC だから使ってないよ。そのままできるから。え、そうなの？うん。PC 買おう。ずっと言ってるよ。うん。マジ買いたいけど。引っ越すのが先か。PC 買うか。いやーマジで。いやー欲しいなゲーミング PC。高いよね。PC スペックどれくらい狙ってるの？スペックって何？おいおい。本当に欲しいのか？欲しいけど、その一番いいやつがいい。一番いいやつじゃなくてもいいけどさ、その普通に配信できて、普通にできればいい。で、影ちゃんが教えてもらったやつにしようかなと思って。いや、エペはキーマウじゃないの、パッドやな。俺が今キーマウでやろうか。やめて。久々にスナイパーを使っちゃおうかな。スナイパー、待って、いる、やだ。ひどっ、もうずるいて。